もファミリーカーだよ。だから車間距離とちゃんとあれ落としたんだ。あいつどこ行っちゃったんだろうね。あのまま真っすぐ行っちゃったんだ。食いに帰ったんだね。まあ可能性あるね。なんかこの先で事故ってるのかなってちょっと楽しみだったね。勝手にさ制限速度まで走ってる車に対してイライラしてさ、煽り散らしてさ、抜かせるとこ来たらすげえスピードでさ抜かしてさ、最終的にさ奥で事故ってるやつがたまにいるじゃん。で切れてるじゃん。そういうオチになるよねって思うよね。あでもね、はあ、そりゃそうでしょ。あんな速い車乗ってりゃ煽れると思うけど、誰だって煽っちゃいかんよ、どんな車でも煽っちゃいかんよ。何回も多くしないんだ。不思議よ、なんでだよ。だからイニシャル D やってろって言う。ああ家ではないのか、ゲーセンでもいいからやってろって。100円でできんだから。それでもやっぱさっきすれ違ったあのさハイビームですれ違ったクソうるせえ車みたいなあれだったんじゃないの。いやあれじゃないと思うけどね。でもあれもスローだったよ。もしそうだとしたら相当なスピードで降りて相当なスピードで上がってきたことになる。いやいや途中で U ターンしたんだな。なんか邪魔な車いるって。邪魔な車って発想がそもそもゴミなんだけど。だからイニシャルでやってる。それか貸し切ってくれよ。ここを貸し切れるのか知れんけど。本当にそうね。でもそういう撮影普通にやってたんでしょ、恐ろしいだけで。あのあそこなんて言ったっけ、大樽見通りとか普通に U ターンしてたんでしょ、警察に捕まるやつって。みたいなそういうイベントだったら別によ、そういうのじゃないんだもん。まあ、ちゃんと映ってるか分かんないけど、
あげるよ、うん、その分。ああ早く2年経って使いたいな。何を？こっちを撮影用にしたい。6S から10に変えたいと。13か13 Pro Max。 いやでも申し分ないぐらいいいね。何が？13。ああ、うん、14もだいぶいいでしょ。うん、うん、眠いね。一応まあ吸いとはいるんだけど。